写真拡大。スイング途中で推しの回転を止めるツイスト打法に挑戦中の巨人丸佳浩外野手30。12日の DeNA 戦横浜では三塁方向に顔を向けながら打球は右越えという変態的な本塁打を放った。新境地の開拓かと思いきや本人が困った顔で期間限定を強調するわけとは誰もが目を疑った。本人を含めてだ、そして本人でさえ打球がどこに行ったかわからなかった。相手野手の動きを見て分かった。その着弾点は右翼席だった。ただでさえタイミングを取るのが難しいとされるグリップを一度下げてから再び上げてスイングに入るヒッチ打法の使い手、さらに高難度のツイスト打法まで取り入れた複雑怪奇な25号アーチの真相を突き止めようと試合後は丸の周りに報道陣の輪ができた。だが本人はあくまで苦肉の策なので見てくれのいい打ち方じゃないと困った顔で照れ笑い、このところ体の開きが早くてバットがうまく出てこない症状に悩まされており、先週末のヤクルト3連戦神宮中に同僚の阿部に助言を求めたところ、18番のツイスト打法を勧められた。わらにもすがる思いで練習から試したが、ここまで試合で結果が出るとは思わなかった。この日は先制的時打と2本塁打で5打点の大暴れ。ただ効果てきめんな劇薬には副作用がつきものだ。新しく見えてくるものもあるが、新しく気をつけないといけないこともある。頭の中を整理しないと、これまで追求してきた理想の打ち方とはベクトルが異なるため、立ち返る基盤を見失う危険をはらんでいる。ファンの度肝を抜いた変態打法、その正体は打てない時にノーステップを試したりするでしょ。あれと同じ。あくまで不審脱出への応急処置に過ぎず、打撃の進化や新打法などと騒がれるのは本意ではない。練習では本筋の打ち方も継続しており、丸は感じが良くなってきたらまた戻すと思いますと明言。いずれ見納めの日が来る定めとはちょっぴり残念でもあるが、この秋限定の珍味を楽しむとしよう。笹森。